皆さんこんにちは。通訳案内士の横山と申します。今日は第4回目ということで宮城県をね、ご紹介したいと思います。で、前回がですね、岩手県でしたからまたさらに南下してですね、岩手県の南側の宮城県ということですね、やっていきますのでよろしくお願いいたしますと。それでですね、宮城県なんですけども、宮城県ね、皆さんご存知のように、仙台がですね、有名ですよね。ですから、大体この辺にですね、県庁所在地の仙台があると。仙台というのは、東北地方で最大の都市ですよね。非常に大きな、都市である。で別名ですね、森の都と言われるほど、森っていうのはこの木偏の森なんですけどね、非常にこう緑豊かで、綺麗な町であるということですね。で大体定番でですね、青葉城とかね、伊達政宗の像を見に行ったりとかね、しますけども、そういうところです。でですね、いつもと同じようにね、どうやって行くのって話なんですけど、飛行機で行く人もいるかもしれませんが、大体ね、新幹線で行きますから、こうやってね、東北新幹線がこう走ってるということですね。それでですね、まずね、温泉がたくさんある都市なところなんですけども、まずですね、地理的な話しますとね、ここにですね、小値賀半島ってあるんですね。これがですね、三陸海岸がこうずっと来てますよね。ここの南端なんですよね。三陸海岸の南端に、小値賀半島っていうのがありまして。でここのですね、小値賀半島の先っぽに金華山というですね、島があるんですよ、これね。だから金華山っていうとね、山を思い浮かべる方いらっしゃるかもしれない。岐阜にも金華山っていうね、地名があって、あそこは山ですけども、宮城県における金華山っていうのは、島ですよね。でここはですね、霊場なんですよね。恐山のような感じで、鹿が、大体霊場って鹿がいますけどね、鹿がいて、なんて言いますか、セイクリッドプレイスなんですよね。で、あとですね、観光の話しますとね、仙台のすぐ近くに、仙台のすぐ近くなんですけども、松島があるんですよね。ちょっとこの辺ですかね。日本三景の一つですよね、松島屋と。松島屋ということでね。松島で覚えていただきたいのは、まずね、これ、瑞巌寺といいます。これがですね、伊達政宗の、いわゆるその、伊達政宗の菩提寺ですよね。伊達家とね、やっぱり仙台から近いですから、伊達家とね、ゆかりがあるんですよね、この辺はね。あと、五大楼っていうのもあるんですよね。で、五大楼っていうのは、行かれた方は分かるかと思いますが、島の上にあるんですよね。陸の上じゃなくてね。五大楼っていうのは、小島の上に立っていますと。いうことですね。それでですね、あとは、この近くね、いろいろあるんですけどね、ここに塩釜っていうのがあるんですよね。塩釜。ちょっとね、釜がすごい難しい字なんでね、ちょっと塩釜ってひらがなで書きますけども、ここにですね、塩釜神社っていうのがあるんですね。で、これは何かというと、まあ、東北のね開拓の守護神ということで、まあ何が有名かというと初詣ね、東北で一番、ね人を集める神社なんですよね。まあ、全国で見ますと明治神宮がね、まあその正月の初詣客が一番多いって言われてますけど、東北ではですね塩釜神社がね今一番大きい多いって言われてます。まあ、もちろんこれもね、仙台に近いっていうのもあるかと思うんですが、まあ、それぐらいね、まあ、有名な神社になると。であとまあ観光で言いますとね多賀城ってのがあるんですよね。でこれまあ歴史でやったと思うんですけどね、つまりその大和朝廷がですねそのまあその統計をするにあたってですね、まあ、その城を設けたわけですよね。まあ、いわゆる軍事拠点ですけどね、それの跡がまあ残っていると、この仙台の保育園で、ということです。であとですね、まあ、地理的な話しますとこの辺ですよね、その県境なんですけども、そうですね山形県との県境ですね。ここがですね蔵王山ですよね。でまあ、蔵王っていうのは、まあ、その特定の山というのは、まあ、連邦のね、まあ、その総称なんですけどね、まあ、蔵王連峰があるということですね。でここは何が有名かというと、まあ、スキーですよね。スキーと温泉、この辺ね一体温泉だらけなんですよね。でスキーも、蔵王山のスキー場っていうのは、まあ、日本の、ね、スキーのメッカと言われるほど、まあ、非常にこう大きいんですよね。まあ私はちょっと行ったことはないんですけどね、まあ蔵王山のスキー場があるということですね。であとですね、川がですね、まあ、昨日もやりすいません、前もやりましたけどね、岩手からね、こう北上川が流れてて、まあ、北上は非常に大きい川なんですが、北上川が太平洋に注ぐのがこれが石巻なんですね。で石巻っていうのは、まあ、漁港で有名でね、ちょうどこの辺が潮目なんですよね。その、ちょうどその工業なんて言いますか、その魚がよく取れるんですよね、この辺ですから。石巻っていうのは非常にこう水揚げ高が高い、まあ、有名なね、漁港ですね。でまあ石巻っていうのは仙台に次ぐ2番目のね、まあ、大きい、ナンバー2のね、まあ、都市でもあるわけですね。はい、それでですね、あとはですね温泉をねたくさん覚えていただきたいんですね。というのは、まあ、宮城っていうのは非常にねこう有名な温泉がたくさんありまして、まずこの辺にですね、まあ、地図でね実際に皆さん確認していただきたいんですが、鳴子温泉ってあるんですよね。で鳴子って何が有名かっていうとこけしですよね、こけし。私もですねこけし持ってますけど、鳴子のこけしっていうのは非常にこう一般的で非常に有名なんですね。ですから鳴子っていうのはこけしとねセットを覚えていただきたいということですね。であとですねこの辺に作並温泉、あとここがですね秋湯温泉ですね。これ秋穂って書いて秋湯っていうんですね、これね。でこの2つは仙台から近いんで、まあ、いわゆるその奥座敷って言われてまして、まあ、仙台から日帰りでね、まあ、楽しめる温泉であると。で桜見温泉っていうのは広瀬川っていうね、まあ、川があるんですけども、まあ、それ沿いにあるんですね。で秋保温泉っていうのは、まあ、仙台から近いこともあってよくね接待とかにも使えるほど、まあ、有名というか、まあ、高級なね、まあその温泉というか旅館が結構あるところで、まあ非常にねこう人気のある、まあ、温泉ですよね。であとちょっと下がってね遠刈田温泉って、まあ、これちょっとね変わった名前なんですけどね、遠い軽田んぼって感じでね遠刈田温泉、まあ、どちらかというと蔵王に近いんですけどね、ここもこけし有名なんですよね。こけし遠刈田温泉あとはですね、蔵王山のちょっと東にね、これね、青根温泉でね、まあ、皆さんもね、これ、ちょっと地図でね、位置は確認してほしいんですが、青根温泉なんですね、これね。あとは、桜もやって、そうですね、とりあえずですね、このね、温泉をきっちりね、覚えていただきたいと。まあ、温泉というのはやっぱり観光資源としては非常に大きいんですよね。特に東北地方においては、まあ、その温泉というのは、ね、やっぱり売りの一つですから、ぜひね、覚えていただきたいということですね。で、あとですね、ちょっと前後しちゃいますけども、このね、この辺にですね、この、まあ、その、北の方にですね、伊豆沼っていうね、伊豆沼、内沼っていうね、沼がありまして、ここがね、何が有名かというと、渡り鳥が越冬するんですよね、これね。渡り鳥、まあ、冬を越すってことですね。で、ここはですね、非常にこう、まあ有名な場所なので、国の天然記念物に指定されてるんですけどもね、まあ、これも覚えていただきたいということですね。あとですね、あとですね、まあ、ちょっとね、また温泉の話に戻りますけども、この秋保温泉と、このね、仙台の奥座敷の秋保温泉と鳴子温泉、あと今度やりますね、福島の飯坂温泉、これ3つ合わせてね、奥州三名湯と言われてますから、まあ、それぐらいね、有名な温泉がね、もう2つも、三名湯のうち2つがあるんですよね、東北のね。ということでね。ぜひね、温泉も押さえてください。じゃあ次ね、食べ物ですけどもね、まずね、笹錦。もともとこれ笹錦っていうのは宮城で作られたものですから、笹錦ね、まあ、お寿司お好きな方はね、よくわかると思うんですけど、寿司職人結構好まれるんですよね。まあ、寿司に使いやすいってことでね、まあ、笹錦と、あとね、ブランド牛で、仙台牛と、まあ、牛タンが有名ですけどね、非常に高級なんですよね、仙台牛ってね。あんまりその神戸牛ほど知られてないんですけど、まあ、仙台牛も非常にこう高級なね、ブランドですよということですね。あとね、ずんだ餅ってね、これはね、面白いんですけどね、枝豆使ってるんですよね。だから緑色なんですよね。枝豆をまあ、その甘くしてね、あんにして、まあ、使ってるんで、緑色の餅なんですよね。まあトライしたことは私ないんでわからないんですけどね、まあ、そういう餅がある。あと笹かまぼこね、まあ、これはいいですよね。かまぼこなんですけど、こんな形したかまぼこありますよね、白いやつでね、なんかこう笹の葉みたいな形してるんですよね。だからまあ、笹かまぼこっていうんですけどね、まあ、そういったのも覚えていただくということですね。はい、ということでですね、今日は東北地方の、まあね、一つの県である宮城県ね、についてご紹介しました。